初回に全部ボール球を振ったノイジーに対し、岡田監督、立っといたら全部フォアボールやんか、そんなんお前何十回目よ。なおノイジーのスタメンは間に合うもよ。ノイジーにだけ当たり強すぎてくさ。ノイジーは呪いの装備なんか。ついに我慢の限界に達したか。独走してるのに余裕ないな。これ2回目の死刑宣告来たから、いよいよ明日はノイジー外れる式並みも大バタになりそうやぞ。これどんでんマジでキレてるな。キレてる時はひらがなだらけで読みにくい。いつもノイジーのこと聞くなお前。オン。ノイジー外すとしたら3番レフト小野寺とかになってまうで。3番レフトは固定やからな。ホームランもオテンスケットの存在意義よ。キレる割にはスタメン外さず固定してるよな。ツンデレ。オールスター投票1位は外したら悲しいで。オールスター選手様やから外せんのよ。青柳に対してこういうコメントした後に2軍落ちたし、これノイジースタメン外れるんちゃうか。最近ずっとこんなんやで、ノイジーに対してほんでスタメン外れるかなと思ってたら毎日3番打ってる。もし外せないにしても打順ぐらいは好きにいじれるやろに。なんでノイジーのせいみたいに言うとんねん。ドンコメは怒ってるように見えるけど実際はそうでもないやろ。皆さんの感想もコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。